レルヤ感謝します。時間になりましたので、共に礼拝を捧げていきたいと願います。私たちは絶えずこの場所に集まり、賛美の生贄、感謝の生贄を捧げますけれども、主が喜ばれる生贄はそれだけではなく、主が喜ばれる、主が蔑まれることのない生贄は砕かれた悔いたその心、この魂であると、御言葉が言っています。私たちは絶えず作り変えられること、この魂が砕かれ、主の似姿へと、主の御心にかなうものへと、作り変えられていくこと、そのことを願い求めていきたいと願います。今日も主の御前に受け入れられる、主が喜ばれる、その生贄、砕かれた霊、砕かれた心を持って今日も主の御前に出ていきたいと願います。どうぞ今日も私の心を作り変えてください。砕かれた魂を持って、主はあなたの御前に出ていきます。その願いを持って、今声を上げて主の霊を歓迎していく時を持っていきましょう。
って歌う私の人生をあなただけのために「雪よ白く」
私たちに救われるべき唯一の皆として、イエス・キリスト、その皆が与えられていることを心から感謝いたします。アメン。その皆にだけ救いがあります。アメン。その皆にだけ癒しがあります。アメン。その皆にだけ力があることを今日も感謝いたします。アメン。私たちはその皆にだけ希望を置き、あらゆる状況の中にあえておいて、その皆を高らかに宣言していきます。暗闇の中に光を宣言していきます。命のないところに命を宣言いたします。アメン。私たち一人一人のこの口をその宣言する舌として用いてくださることを感謝いたします。Speak.
Thank you.
お方を見上げます。そのお方を褒めたたえ、慕い求めます。アーメン。神の御姿満ち満ちて、初めからおられた。私のI'm not afraid to die.
主よ、終わりの時にはハレルヤと宣言され、私たちの主は王となられた、そのように私たち神の民が宣言することを覚えます。主よ、私たちは今先んじてあなたが王であることを告白します。アメン。主は私の王です。アメン。主は教会の王です。アメン。主はこの町の王です。アメン。主はこの国の王です。アメン。主はこの時代の王です。アメン。全てのものを治める神、あなたが私たちを統治するためにこの地上に来てください。アメン。主を王としていらしてください。アメン。あなたを待ち望みます。アメン。あなたを慕い求めます。アメン。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。この王の王であられる方に、全てのものよりも上に名を置かれる神に、私たちが礼拝を捧げることができるという特権、それを私たちは感謝したいと思います。全てを持っておられる方、持っているどころか満ち溢れている方に私たちが与えるということができるということは、なんという特権でしょうか。それを神はいらないよと拒まれずに、ありがとうと言って受け取ってくださる、喜んで受け取ってくださる、そのような神であることを感謝します。故に私たちは神の前に礼拝を、またこれからは賛美、これから捧げ物という形で持っても神の前に捧げていきたいと思います。賛美を捧げます。喜びを捧げます。感謝を捧げます。私たちの体を捧げます。全て神のものですから、喜びと感謝を持って捧げることがますますできるようになることを信じます。この捧げ物の時間も、いやいやながらではなく、強いられてではなく、心に決めた通りに感謝と喜びを持って捧げていきましょう。捧げる種を持ったら祝福したいと思います。祝福します。天のお父様、私たちはこの献金という形を持っても神の前に礼拝を捧げます。主よ、捧げるお一人お一人の経済を豊かに祝福してください。さらに豊かに、さらに喜んであなたの御前に捧げ、また神の国のために用いていくことができるように、どうぞ私たちの経済を祝福してください。また私たち自身もあらゆるものを祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は誰が一つ
。どうぞお座りください。ありがとうございます。いくつかアナウンスをさせてください。ワシップチームの方々、ありがとうございます。感謝します。はい、もうありがたいですね、はい、私に欠かせないものが届けられてですね感謝です、今日はですね、初めてシャローム教会に来たという方、この中にもしおられたらですね、祝福したいので立ち上がっていただくことできますか？恥ずかしくなければで大丈夫です、はい、ようこそ歓迎します福岡の中山先生のお父さん先生の教会からですね、はい、ようこそ歓迎します。はい、どうぞお座りください。いくつかアナウンスさせてください。慎吾先生はどこにいるのと思われるかもしれないんですが、慎吾先生ですね、今長野で奉仕をされています。長野での奉仕がですね、実り豊かなものになりますように。今後の予定なんですが、8月の10日土曜日は国際礼拝日中が4時半からこの場所で持たれます。メッセンジャーはインマヌエル先生。8月の17日土曜日はネクストジェネレーション礼拝が4時半からこの場所で、メッセンジャーは小川匠兄弟。8月の24日土曜日はゴスペル礼拝が3時からこの場所で、メッセンジャーは私となっています。あと8月の祈りのウィークですが、8月18から24の1週間となります。廊下の方に表が貼り出してあるので、もしコミットしても良いというところはですね、名前書き込んでくだされば助かります。あとですね、第3礼拝ではパワーポイントの奉仕者を募集しています。パワーポイントの奉仕いいですよ。私も最初パワーポイントから奉仕をしました。賛美の中にですね、本当に深くコミットしていける奉仕となります。ぜひ、やってもいいという方はですね、名乗り出てくださればと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、私たちは御言葉を持っても神を褒めたたえていきたいと思います。一言お祈りしたいと思います。天のお父様、神を知るための知恵と啓示の御霊を今ひとたび私たち一同に注いでください。私たちの飯が何であるのか、私たちの受け取る栄光とはどのように素晴らしいものであるのか、私たちが悟ることができる力を与えてください。また私たちを実際に作り変える、キリストを死者の中からよみがえらせたその復活の力が私たちの教会に働きますように。私たちの人生を作り変え、私たちの道を作り変え、私たちの存在を作り変え、栄光の教会、傷やシワやそのようなものの何一つない、そのような栄光の教会に作り変えてくださいますように。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、感謝します。第3礼拝で語るの久しぶりですけれども、嬉しいです。久しぶりにですね、第3の前でメッセージ語ることができるのは喜びです。またですね、夏休みいただくことができてですね、本当にありがとうございます。皆さんに感謝します。はい、すみません、日曜日にですね、休むということはですね、牧師としては抵抗感がめちゃくちゃあってですね、日曜避けてなんとか取ろうとですね、してたんですが、慎吾先生はもう日曜日ちょっと休んでみてくださいとですね、かなり押し押しでですね、日曜日を進めていらしてくださったので、今回取らせていただきましたが、まあ素晴らしい体験ですね。日曜日を休むということは、私がシャローム教会以外の教会の礼拝に出席できるということなので貴重な体験になりました。奉仕以外で他の教会に行くということは本当に稀なので、新鮮な体験でしたね。沖縄に行ってきました。5日間休みをいただきまして、去年もですね、行こうと思ってたんですが、去年台風がすごい勢いで直撃しまして、そして私たちの5日間の休みは難しくてですね、日帰りでアキルノにあるサマーランドに行くというですねまあ楽しかったですけど、そういうオチになったので、今年こそはというですね、ことでですね、いろいろ考えていました。そして、1ヶ月前ぐらいから天気をチロ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 見てたんですけれども、曇り雨雨雨曇りみたいな感じでですねそっか、で2週間前曇り雨雨雨雨みたいな、あそうか、1週間前になりですね、やはり変わらず、そして祈りました。夫婦で、神様天気よくしてください、できるならばでいいですよ、私たちの願いです、ただあなたの御心の通りになさってください、そういうふうにですね祈りました。そしてですね、祈ったら1時間後に妻がですね、なんか声を上げました。見てとか言って、どうしたのって言って、沖縄で台風発生だって台風発生しちゃったんですね。台風が1時間で発生しちゃってですね、
発生しちゃったがゆえに私はですね、これは絶対良くなると思ったんですね。もう天気が今まで全然冴えなかったけど、これめっちゃ良くなるよきっとって思ったらですね、めっちゃ良かったです。最後の日がちょうど台風が通り過ぎる最後の日が私たちが行く時のタイミングぐらいで、もうずっと晴天でですね、最高の天気をが味わえ、また子供に綺麗な海を見せるという私の中での勝手な思い込みミッションがあってですね、どうしてもそれをさせてあげたくて連れてってたので、それができてよかったです。はい、感謝です。慎吾先生がカーリングペアレンツっていう話を先週してたの、私ちゃんと聞いてました、チェック入れてますよ、礼拝の様子チェックしてるんですけれども、カーリングペアレンツってこう全ての問題を除去していこうやですよね。あれは私もですねあまり好きではないんですね。ある程度は助けが必要です、子供ですから。でも全部取り除いてあげたら成長の機会を奪います。で、その問題だけではやっぱりダメですよね。楽しい経験、こんなものを食べたことないとか、こんなとこ行ったことがないとか、そういう経験も含めていろんな体験を子供にさせてあげたいんです。で、そういう意味でとても良かったなと思っています。皆さん、送り出してくださった皆さんに感謝します、ありがとうございます。またですね、沖縄でのいろんな教会を見てですね、刺激を受け、またみんなですね、シャロームのことをよく知っていました。どこに行ってもですね、シャローム教会の先生ですよねと、あ、そうですって、そういう感じ、名前は出てこないんだけど見たことあるぞみたいな感じで大体ですね言われる感じ。まあヘブンズに関しては真島先生ですよねって言われましたけど、なんでここにいるのかなと思ったという、目をこすってあれここにいるなって思ったとか、こんな感じでしたけども、まあ面白かったです。で、本当に沖縄の教会はすごいですね、活気ある教会がたくさんあります。私が行った教会も教会員数1000人だと言ってましたけれども、すごいですね、多分日本で一番今大きくなっているんじゃないかなと、そういう教会とかいろいろありましたね。面白かったです。はい、まあ、そのレポートはですね、私も慎吾先生と同じで苦手なんですけれども、はい、短く報告させていただきました。今日見るですね、御言葉、最初の鍵になる御言葉は2つの御言葉をチョイスしました。ガラティアの5章1節とマタイの16章24節、この2つを選んでみました。一緒にこの2つを朗読したいと思います。3、いいですか、スライド出てます。3、はい、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。アメン。もう一つの御言葉を見たいと思います。マタイですね、マタイ16章、一緒に読みます。3、はい、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。アメン。なぜこの2つの御言葉をチョイスしたと思いますか。これですね、この2つの御言葉を見ると相反する、矛盾するかのように語っているように受け取ることができる部分だからです。ガラティアの5章の1節では、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださった、だからまたと奴隷の首輝きを負うなって言うんですね。でももう片方の方では、自分の十字架を負えって言うんですね。一方では何も負うなと言ってるかのように受け取り、もう一方の方では負えって言ってるように思う。これはどういうふうなことでしょうか。なぜこのようになるんでしょうか。主は、いないなであり、しかりしかりな方ですか。そうではないと書いてありますよね。こうだこうだと言いながら違う違うと言われる方ですか。違います。この2つは実はマッチしてるんだということです。私たちが奴隷の首輝きから解放されて自由を得た、アメンですか。そして私たちがさらに解放されていくためには、この自分の十字架を追って、言い方を変えるのであれば、マタイの11章に書いてある主と同じ首輝きを追って歩んでいく、その時に私たちはさらに解放されていくんです。なのでこの2つは実はマッチしています。そうじゃないと私たちですね、ちょっと混乱してしまうんですね。そういう理解がちょっとそこに行かないとですね、混乱してしまうんです。日々自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様についていく歩みは、私たちがキリストの奴隷になる歩みと言ってもいいかもしれませんが、それが私たちの解放につながります。そして
私たちはですね、これをよく私は弟子の歩みと読みます。自分を捨て自分の十字架を追ってキリストについていく、これは弟子の歩みです。弟子の歩みは私たちを自由にします。イエス様の言葉が私たちのうちにとどまり、私たちがその御言葉に従って握って歩んでいくのであれば、真理は私たちを自由にするんです。だからこの真理の歩みは私たちを解放します。アーメンですか？なのでこれマッチしてるんですね。実はもう一度確かめておきたいんですが、私たちは、奴隷の身分からすでに解放されています。アーメンですか？私たちは罪の奴隷ではありません。もう罪の鎖は私たちをですね、捉え縛りつけ、もう屈服させることはできないのです。私たちが屈服するのはただ一つ、私たちの神の前です。この方以外に私たちは屈服しません。もちろん礼儀を持って上司や先輩に、お辞儀をすることはあるでしょう。敬意を示すことはしてください。それはたっといことです。あなた方の両親を父母を敬いなさいと書いてあります。たっとい、自分がたっとぶべき存在をたっとぶ、これは聖書的に素晴らしいことです。でも私たちが屈服する存在、それは私たちの神です。この方のに屈服する、罪に屈服する存在では私たちはありません。もうすでにイエス様の十字架によって、その血によって奴隷の首輝き、罪の首輝きは打ち切られました。そのことを私たちは、覚えておきたいと思います。自由って書いてある言葉ですね、ガラテヤの5章の中に自由を得させるためにって書いてあります。自由はですね、ヘブル語ではホフシーって使われる言葉が一番多いです。ホフシーって何かっていうと、身分のことを言います。奴隷でない状態というですね、そういう意味の言葉なんですね。私たちは奴隷ではありません。罪の奴隷ではない状態、キリストの血によって私たちは買い取られたんです。贖いとは奴隷を買い戻すという意味です。私たちは贖われました。アーメンですか？なのでもはや罪は私たちを束縛することが、捉えることができません。でもガラテヤの1章5章の一節を見ると、解放されているにもかかわらず私たちが奴隷の首輝きを追ってしまうことがあるのだということを説明していますね。私たちがまるで罪の奴隷であるかのように、その首輝きはもう鍵が外されて、もう束縛が解けているにもかかわらず、私たちがその首輝きを首に引っ掛けて歩いて、ああ私は奴隷だと嘆いている状態、それはあり得るのだと聖書は私たちに教えるんですね。はい、よくですね、そういう例えで聞く話はですね、遺産を受けていたホームレスの話っていう話を私は聞くことがあります。イギリスのホームレスの話で、そのホームレスはいつからかわからないが、公園でずっと寝泊まりするようになっていた。で、ある時そのホームレスはですね、亡くなってしまったんですね。死んでしまった、まあ、環境は過酷ですからね。そして亡くなってしまって、身元を調べました。警察がどういう人なんだろうと身元を調べたらですね、調べた人は驚いたっていうんですね。それはこの人は実は莫大な遺産を受け継ぐはずだった人物だったということが分かったからです。もう普通の人では手にすることができないほどの莫大な富が本来この人の手に行くはずだったのに、この人はそのことをつゆ知らずホームレスを続け、そしてついに亡くなってしまっていた。そういうことがですね、起こりうるのだという、その例えとしてよく語られます。私たちはですね、知らずに奴隷の首輝きを追ってしまうということがあるんです。豪華客船の話も私聞いたことあります。今私も旅をしましたが、飛行機でパッパッと今旅する時代ですよね。 LCC とかあってですね、とてもローコストに行くことができる、そういう時代になりましたけれども、1900年より前は、長距離輸送といえば船です。飛行機が発明されたのはライト兄弟が1900年以降に作ったので、それ以前は豪華客船とかですね、長距離輸送といえば。で、豪華客船がたくさん作られて運航している、そういう時代があったわけですけれども、その中である親子が貧しい中苦労してチケットを買ったという、その状況があったそうです。もう苦労してやっと買った、そしてあそこのところに行くんだと言って旅を始めた。で、なんとか1ヶ月間ぐらいの旅なので、船はゆっくりですから、
もうどうにか食いつなごうと思ってパンとかビスケットとかそういうものをかじりながらかじりながら持ってきたものをかじってかじってそうして生きていった。そしてやっと目的地に着くっていう時になってそのチケットを入って見せた時にあなたレストラン行かなかったですね、一度もあなたのこと見なかったですよって言われた。何のこと言ってるんですかって言ったら、このチケットはレストランでの食事も全部セットになってますよというですね、そういうことを聞いたっていう、そういうエピソードも聞いたことがあります。私たちは本当はそこで食べる自由があるにもかかわらずその自由を知らず知らずに放棄してしまっている、そういうことっていうのは起こりうります。本当は奴隷の首引きから解放されているにもかかわらず私たちが偽りを信じ込まされていてまだ奴隷の状態であるかのように捉えられてしまう、ているかのように歩んでしまうということは起こりうるのです。なので私たちはもっと解放されていきましょう。私たちはキリストが来たのは自由を得させるためです。私たちを解放するためなのです。なので私たちはもっと解放されていくということを味わっていけることを信じます。ヘブル語でホフシーでしたけれども、ギリシャ語で自由っていうのはまたもうちょっと豊かな意味が出てくるんですね。エリューセリアっていう言葉が一番使われると思います。エリューセリアっていうのはやはりホフシーと同じで奴隷でない状態、その人を自由人とか自由っていうんですね。エリューセリアで、もう一つ頻繁に自由として訳される言葉があるんですが、それはですねアフェシスという言葉です。アフェシス、アフェシスはですねどういう意味かというと束縛からの解放っていう意味の自由です。アフェシス、旧約の時代にはですねもう身分とかっていうことにものすごくフォーカスされていたけれども、新約の時代では身分プラス実際に私たちが状態として解放されていくんだということがですね語られ始めているからです。私たちは実際に解放されていくんです。御霊の力にあって真理の力にあって私たちは解放されていきます。私たちは自由を得るんです。その身分立場だけではなく実際にその解放された存在として歩むことができることを感謝します。はい、新約だから御霊の力によって私たちは解放されていきます。なので私たちはですねその点においては発展途上です。身分としてはもうあっという間にキリストの贖いによって解放されているが、まだまだ私たちの魂は古い偽りの常識にとらわれている部分がたくさんあるからです。私だってあるはずです。アフェシスがたまに使われるというですね聖書の箇所の代表を語るならルカの4章18節というのがあります。ルカの4章18節出していただいていいですか。一緒に読みたいと思います。3、はい、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために虐げられている人々を自由にし、アメン。この自由にしの自由がアフェシスです。なのでですねこの御霊の力によってこれは解放するということが書かれているわけですよね。新約の時代の解放の話をしているんです。私たちはこのように、解放されたにもかかわらず虐げられていることがあるから、私たちはもっと解放されましょう。御霊の力にあって真理にあってもっと味わうべき自由を味わうべきです。そしてその自由とは肉の奔放に生きることではなくキリストと共に歩むことです。主の中に本当の自由があります。私たち人類はもともとキリストのパートナーとして作られているからです。だからキリストから離れたらどこまでも私たちは虚しくしかならないです。本来私たちが満たされるべきところはキリストによって満たされるように作られているからです。デコとボコがあったらボコはですねデコによってしか合致しないんです。テトリスのパーツみたいなってあれみたいなもんです。テトリスわからないですか。皆さん清くてゲームしないですか。私はしないですけども昔はテトリスしましたよ。もうここにパコンとはまる、そのパコンっていうところの部分にはまるのはキリストだけなんです。私たちもともとそう作られてますから、だから本当にそこにはまるっていうかキリストとパートナーになる、なっていくときに私たちはああというですね本来の私たちの生来の何だろう満足感というものを得ていくんです。そこ以外のものはちょっとなんか
あ、なんかしっくりくるかもしれないが、なんかなとか、そんな感じかもしれない。でもキリストがだけが私たちを満たすんです。その満たしは自由です。はい、私たちですね、そのための今日ですね、ポイント2個挙げてみたいと思います。2ポイント、私たちが自由を得ていくための大事なポイントとしての2つ、それは1つ目のポイント、それはですね、自分を委ねるということです。箴言の16章の3節、箴言16章の3節を出してください。一緒に読みたいと思います。3、はい、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。アメン。ここにはですね、自分の持っているプラン、まあ誰にでもプランってありますよね。そのプランを委ねるならば、あなたには揺るぎない本物のプランが与えられますよということが語られています。私たちが世のものを神に委ねるのであれば、神は本物を返してくれるということを言ってるんですね。あなた方の命をキリストのゆえに捨てるなら、神は誠の命を与えてくれるって書いてありますよね、福音書の中に。それと同じです。またヨセフ の出エジプト記の中で、ヨセフが捕らえられていたポティファルの家において、ヨセフはこう人とは違ったようにポティファルに見えたわけですね。このものは何かが違うということで、ポティファルはその家の財産やらいろんなものやらいろいろ任せ始めたんですよね。そして財産任せたら財産祝福されたんです。任せたら任せたものが祝福されていきました。そのように私たちが神に委ねるならば、それは神によって祝福されたものとして返ってきます。ならば私たちの世にある自由を神の前に捧げるならどうなるんですか？考えたことありますか？私たちの世にある自由があります。私たちは何をしてもいいんです。犯罪じゃなければ、捕らえられる気持ちならしてもいいでしょう。でも私たちが世にある自由さえも神に委ねるのであれば、神は本当の自由というものを私たちに返してくださるのは当然のことではないですか。なので私たちですね、そのように神に自分を委ねる、明け渡す、そういうふうにしていくと私たちには解放がやってきます。例えば自己嫌悪の中に生きる人っていますよね、たまにね。クリスチャンであっても自己嫌悪している、あの時のあの失敗許せない、自分自身がもうバカ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 みたいなそんな気持ちになったことないですか？私メッセージでですね、たまにですね、間違っちゃったりすることある。この単語が間違った単語言って、たまに LINE で返すんですけれども、あの単語間違ってましたとか。便利な時代ですよね。でもですね、 LINE なかった時代に間違えちゃった時とか、おーとか思うんですね。あの単語間違えてるとか、あーと主よ、みんながそれでこう、ま、惑わされませんようにとめっちゃ祈りますよ。機会があれば弁明しますよ。もうバカ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 みたいなですね、そんな感じになりますよ取り返しつかないじゃないですか。もう出たもの戻ってこないので、複数本に帰らずですよ。出たら戻ってこないんです。やっちゃったことって帰らないですよね。だからもうめっちゃ後悔するんです。で、そういう時にどう解決するんですか、皆さん。皆さんやっちゃった経験ありますよね、絶対。やっちゃうの私だけですか？そんなに皆さんやっちゃわないですか？私だけかな。やっちゃうんですよ。やりたくないですよ、もちろん。失敗したい人いないです。でも失敗しちゃうんです。で、しちゃうので、もうって思う時にですね、ある世の中にあってはもう自己弁護します。あれはね、大丈夫大丈夫、よくあることよくあることとかですね、いやいやいや他の人と比べたら大したことじゃないとかですね、いろいろ自己弁護して自己正当化しようとするんです。それは世の中のやり方です。でもね、それでは本当の解決やってこないですよ。結局冷静になって自分を見つめた時には、自分が悪かったって言わざるを得ないじゃないですか。だから本当の解放はやってこないです。本当の解放はどこにあるのかって言ったら、神様って、そんな足りない自分をあなたに委ねますっていうしかないですよ。それ以外どこにあるんですか？変えられないじゃないですか、やっちゃったことって。でも神様って、そのことも含めてこれで懲罰受けるならば受けます、あなたに委ねてますよって、私の存在をって言うしかないんですよね。でも言うときに
解放やってきますよ。この方にお任せすれば私を悪くしない。必ず神は私に回復を与えてくれる、そう信じるので、この方にあっては必ず全てのものは良い方向へ進みます。なので神に私は委ねます。そうすると心に解放が出てくるんです。主に信頼し委ねるということです。皆さん、主に信頼したその自由の中に生きていきましょう。その守りの中に、その導きの中に、主の計画は完全である。主の計画は、主は私たち一人一人に計画を持っておられます。それは災いを与えるためではなく、平安を与え、将来と希望を与えるものであり、私たちに平安をもたらすためのものです。なのでこの方の計画に委ねることです。私が失敗することは神の想定外ですか？いや、私はそうは思ってないです。私が失敗することさえも神の御手の中にあって、神はお許しになっておられる。いいと思ってないかもしれない、それを喜ばしいと思ってないかもしれないけれども、それを通して何かさせたい、何か得させたい、何かそういうものはあり得る、そう思うのです。なので私は神に委ねます。自分が自由の中にいるのか否かの判断って自分でもなかなか難しいですよね。大概の人は自分は今自由だと思っていると思います。聖書に出てくるユダヤ人も、私は奴隷ではありません、アブラハムの子孫ですと言って自分が自由であると告白してますね。みんな自分は自由だと思っていると思います。自分がその敵の偽りの首引きをかけられているなという判断できるですね、簡単な判別方法というか一個のやり方っていうのを私はですね思っています。それはですね、私たちが恐れを持っているかどうかということです。恐れは私たちを縛り奴隷にしようとする力があります。なので恐れを感じて私が生きているかどうかということは、その首引きを持っているかどうか、縛られているかどうか、それを判断する一つの材料になります。皆さん、私たち恐れの奴隷ではありません。子としてくださる御霊を受けたのです。はい、恐れに縛られているということが自由の反対であるということをですね、旧約聖書からも見ることができます。エレミア書20章1節から3節、エレミア20、1節から3節、一緒に読みたいと思います。3、はい、祭司であり主の宮の司、監督者であるイメルの子パシュフルは、エレミアがこれらの言葉を予言するのを聞いた。パシュフルは預言者エレミアを打ち、彼を主の宮にある神のベニヤ門の上のにある足かせにつないだ。翌日になってパシュフルがエレミアを足かせから解いたとき、エレミアは彼に言った。主はあなたの名をパシュフルではなくて、恐れが周りにあると呼ばれる。アメン。こう書いてありますね。このパシュフルという人物はエレミアをですね、つないで、そして翌日になって解いたんですね。その時にエレミアが宣言した宣告なわけですけれども、パシュフルという言葉が何かといったらですね、パシュフルとは自由という意味です。もうあなたの名は自由じゃない、あなたは恐れが周りになると言われるっていうふうにエレミアは宣言したんですね。なので私たちが恐れにとらわれているということは自由の反対です。私たちが恐れて行動しているのか、それとも神を愛し愛を動機に生きているのか、それは私たちが束縛の鎖にとらわれているかどうかを判断するための簡単な判別方法です。私たちはですね、愛を土台に生きていきましょう。愛に根ざし、愛に基礎を置いて歩んでいきましょう。それは幸せなことです。世の中は恐れを動機にして多くの人は生きていきます。ある人は自分をよく見せるためのものかもしれない。でもその根底には人からの恐れとかそういうものがあったりします。私がそうであったから、私は分かります。恐れて生きることがあります。将来が怖い、人々に何て言われるかが怖い、いろんなものが怖い、傷つくのが怖いとか、いろんな恐れを動機にして世の中では生きていこうとします。でもですね、恐れを動機にして生きていくことは束縛の中に生きていくこととイコールです。それが幸せに感じる瞬間もあるかもしれないけれども、結局はもっと強い恐れによって縛られていくようになります。なぜならば恐れの霊を歓迎しているからです。恐れによって生きていく、恐れにフォーカスしていくということは、ある意味恐れを賛美することであり、恐れを礼拝することです。
恐れに屈服することです。それは私たちにさらなる恐れを招いてきます。私たちが神を賛美し神を礼拝するならば、私たちは神を歓迎しています。アーメンですか？それと逆のことが起こっているということです。なので私たちはですね、この恐れによって囚われて行動しているかどうかということによって判断しますすることができると思います。恐れとか揺さぶられるとき、私たちはですね、自分の身を救いの岩の上に乗せましょう。この岩の上に乗るならば私たちは揺るぎないんです。世の中では恐れさせるような、私たちを揺さぶるような出来事とか情報とかっていうものがたくさんやってきます。それによって揺さぶられる時こそイエス様を覚える時です。救いの岩の上に私たちがですね乗っかりましょう。自分の存在を片足岩に乗せて片足世の中に乗せてたら安定ってあんまりですよ、じゃないですか。両方揺れるところに乗せてたらもうグラグラもいいところですけれども、両方の足が救いの岩の上に乗ったらもう周りが揺れていようが風が吹こうが雨が降ろうが揺るぎないですよ。揺るぎない土台の上に私たちは生きていきましょう。真理に立つんです。そこに立つならば私たちは安定します。はい、そういう状態のことをですね、ガラテヤの2章の20節はこう書いています。ガラテヤ2章の20を一緒に宣言しましょう。出るかな、頑張れ。はい、読みます。3、はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。アーメン。私たちが不安や恐れを覚えるために、私たちは十字架を覚えましょう。そして私たちはそのキリストと共に十字架につけられたのだ、もうこの方の中に私たちは入っているんだということをですね、告白しましょう。信仰に生きるとはもうキリストの中に生きるということです。もうキリストの覆いの中に生きるから安全なんです。私たちは自分の力では悪に勝てないですよ。ただ私たちが勝利者である理由はこの方の中にいるからです。なのでもうこの方の中にもう全部入ってしまうことです。この岩の上にもう全部両足つけてしまうことです。そしたら私たちを脅かすことはできません。はい、そしてですね、自分自身を委ね、またですね、自分の重荷を主に委ねて生きていきましょう。これはとても重要なことです。私たちですね、重荷によって揺さぶられます。皆さんリュック重いですか？クリスチャンリュック重いと思うんですね。最近は iPad で聖書を読んでいる人たくさんいると思うけれども、私みたいにですね、目に衰えを感じる人はですね、大型聖書なんですよね。大型聖書第3版もう手に入りにくいですよ。めちゃくちゃ中古でもなかなか発掘が難しい。でもですね、私はもう大型聖書大好きっていうか、もうこれじゃないと裸眼で読めないです。なので何とかして入手します。でもうこんなのばっかり入れとくもんだからですね、リュックめちゃくちゃ重いんですね。ちっちゃい頃から私のランドセルとか重かったんですけれども、全教科大体入れて移動して忘れっぽいので、もういちいち毎日入れ替えるとかですね、できないんですよ私。そんな自分の性質知ってるので、全教科入れとくんです。で背負ってくんです。ロッカーに入れちゃダメだって先生言うので、しょうがなくやるわけですね。それと同じで、私は大体必要なもの全部いつも入れっぱなしです。なので分かる、その通り。なのでめっちゃ重いんですよ。もう重い荷物背負ってたら揺さぶられないですか？めちゃくちゃ走ったらもうぐにゃんぐにゃんおっと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 みたいな感じなんないですか？まあ、なんなくても大変ですよね。とりあえず走る、信仰のレースを走るためにはもうそんなもの持ってる場合じゃないっていうところですよね。なので私たちですね、その重荷を神に委ねるということを学んでいくべきです。私自身も最近このことをめちゃくちゃ教えられ続けています。重荷を委ねるということなきゃですね、牧師とかお父さんとかできないですよ。家庭の幸せどうして保証できるんですか？お父さんが、お父さんの経験は私100年あるんですか？ないですよ、ないない。牧師の経験が私もう何世紀もあるんですか？ないですよ。やった経験、そんなね、栄光の教会建て上げた経験なんかあるんですか？ないですよ。
だから私ですね、そんな責任ふっかけられてもできるなんて一言も言えないですよ。まあ、協力することのためにですね、尽力するばかりです。祈り、求め、願い、もうそういうことばかりです。でもできるなんて私の力では到底無理だということしか分かっていないです。でそんな重荷をふっかけられるとですね、できませんよ神と言わざるを得ないんですよ。問題は起こる。人と人とはうまくいかなくなって、なんかちょっと険悪なムードになったりする。そうするとですね、私はですね、地面にもう頭こすりつけるんです。いつももう神よって、平和である光景を見たいです。牧師としては争ってる光景見たくない。だからもう地面に頭こすりつけます。不信仰な状態になってる、そんな状態見たくないと言って、また頭地面にこすりつけます。モーセとアロンが民が不満を言った時に、もうすぐにひれ伏した、あの気持ち私よくわかるんです。でモーセは何て言ったんですか。私になんでこんな重荷を負わせるんですかって言ったんですよ。私もその気持ちちょっとわかるんですね。こんな私が負って全うできる、そんな背負う筋力私にないですよ、霊的な、と思っちゃうんですよ。でどうするかって言ったら、ひれ伏すんです。神様って、あなたにより頼むばかりです。委ねることをですね、学んで、共に学んでいきましょう。全員にですね、任されている、神様から任されている責任ってあるはずです。誰にでも負うべき重荷がありますって書いてありますよね。あの重荷って言葉はホルティオンという言葉で、誰でも負えるリュックのような軽い荷物のことです。まあでもそう言いながらも自分には重いと感じますよね。だからその委ねるってことを学んでいきましょう。主と一緒に首輝きを負えば、その重荷は主が一緒に運んでくれるということです。主と共に歩む、委ねることを学んでいきましょう。例えば私はですね、牧会者として生きるとですね、あの人にこれを言わなきゃいけないなっていうシーン結構あるわけですよ。一信徒であった時にはあまりなかったです。もう、兄弟みたいな、兄弟ってあんまり言わないな、なんとかさんみたいな、元気みたいな、一週間ぶりみたいな、そういう感じでですね、楽しくっていうのがですね、最初教会に来た時はほとんどでした。でもだんだん責任を負ってくると、セルリーダーになり、セルのメンバーがこうこうこうでとかって、こうなんか牧師とか他のリーダーから言われる。そうするとそのセルメンバーにこれ言わなきゃいけないなって、でも言ったらこの人落ち込むだろうなとか思うようなこと言わなきゃいけない時ってあるんですよ。ありますよね、リーダーの方々そんなことないですか。優秀なんですね、セルメンバーが。たまにありますよ、これを言わなきゃいけないって。家でだってあるんじゃないですか。学校の先生から、お宅のお子さんこんなことを教会の中、教会じゃない、学校の中で問題がありますけど、親御さんはどう捉えておられますかとか言われたらですね、これ言わなきゃいけないとかなるじゃないですか。まあ、うちそんな悪い子ばかりではないですけれども、たまにこのことに注意してくださいってことは言われることがあります。そうすると、ちょっと言いづらいけどな、ケイトちょっとここおいでとそういう話をして、なってこういうふうなこと違うかもしれないけど、こういうふうに見られてることも事実だから、どう思うとかいろいろ言うわけですね。言いづらいことも言わなきゃなんないんです、リーダーになるってことは。でそれはリーダーとしてですね、楽しい瞬間ではないのです。あまり楽しくないどころか重いんですよ。重いんです、これってめちゃくちゃ重くって。でそういう時に私は祈ります。主よ、この重荷あなたが共に負ってくださいって。私では重いですって。で、あなたが一緒なら必ずいい方向に行くでしょうって。あなたが共に負ってくださるなら必ずそれは成功します。あなたが追ってくださることを感謝します。主は私の力です。そういうふうに私は告白します。はい。そして主が一緒に歩んでくれるなら、だから揺るがないんです。私の心は解放されていくんです、その束縛から。詩編の55編22節、詩編の55編22節にはこういう御言葉があります。一緒に宣言したいです。3、はい。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。アーメン。このように書いてあります。私たちの重荷を主に委ねましょう。私たちの心配事を主に委ねましょう。
責任は私たち確かに負うことがあります。それは主が任せているので。でも自分の力でそれを全うすることはできません。だから主に負っていただくんです。そして主は正しいものがとありますが、私は正しくは、私単体で生きているなら正しくはありません。主のうちにあって、主と共にあって私は正しいと認められるのです。主を信じて主の中に入るがゆえに、私たちは批判から守られるんじゃないですか。サタンはこの者罪ありだと訴える。しかし私の贖いの中に入っているこの者は義だ。神はそのように私たちを言われるようにしてくださることを感謝します。私たちが正しいと認められるのはイエス・キリストの中にあるからです。この方の中に身を避けましょう。この御翼の陰に入りましょう。そうしたら私たちは揺るがされないのです。2番目のポイント、1番目のポイントは主に委ねるということでしたね。2番目のポイントは主の区引きを追うということです。マタイの11章28から30に主の区引きが出てきます。一緒にここを読みたいと思います。マタイの11、28から30一緒に読みましょう。3、はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。アメン。主の首輝きは追うと軽いんだそうです。心地よいんだそうです。この追いやすくっていうのは、心地よいということですね。追いやすく、軽い、心地よい、そのような首輝きを私たちは主と追っていきます。主と共に歩むのは基本楽しいことです。試練もあります。だけど基本は楽しくて、その道は平和であり、その道はって書いてありますね。喜びであり、箴言の中かな、そう書いてあります。基本楽しいんです。で、私たちが重荷を委ねて主と区引きを追って歩んでいくと、それは魂に安らぎを得ることなんだというふうにですね、書いてあるんです。一緒に追っていくと、ちょっと戻してもらっていいですか。10、28ぐらいかな。区引きを、あ、28、29ですね。29にすると、私たちは奴隷の区引きを外すんですけれども、私の区引きと言われる主の区引きを追うわけですね。キリストの区引きです。それを私たちが追うときに、私たちはいろいろ学び始めるんです。信仰について、いや、イエス・キリストについて学んで、イエス・キリストを学んでいくんです。イエス・キリストに対するインフォメーションではなくて、イエス・キリストそのものを学んでいくんです。体験し始めていく。いくら本でイエス様は優しい、イエス様は愛だ、ほん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 ってなっても、それはインフォメーションです。それがどういうことなのかっていうのは、生き方の中で学ぶしかないです。で、それはとても貴重な体験になります。はい、私たちがそうすると魂学んでいくと、本当にイエス・キリストを学んでいくと、魂は解放されていきます。安らぎを得ていきます。このもしですね、私たちの負っている責任は良いものですけれども、その責任を自分一人の力で負っていくとしたら、私たちに何が生まれてくるのかといったら、私たちに義務感が生まれてきます。またですね、疲労感が生まれてきます。そうするとですね、それはもうすでに奴隷の区引きなのです。義務感、疲労感を持ってそれを追い続けるとしたら、そうではない、主と共に追うから私の区引きなのです。主と共に私たちはですね、この区引きを追っていきましょう。で、区引きというのを言うとはですね、何かってよく私は話をするんですけれども、2頭の牛が木の輪っかでつながれて、そして農耕器具を引いていくわけです。それが区引きです。その農耕器具の形、木の形はどんな形なんですか。それは十字架です。私たちは自分の十字架を追うんですが、この十字架はキリストと共に追うんです。私たちの力で十字架全うできるんですか。できっこないです。イエス様でさえ御霊の力に満たされて、主からの励ましを受けてですよ、ゲッセマネの園で祈って、主からの励ましの礼を受けて、そして十字架に臨んでいきました。私たち単体の力でできるんですか。無理です。主なしに私たちが良いことできると思いますか。無理です。
なので私たちは主と共にこの首輝を覆って歩んでいくんです。そうしたらそれは軽いんです。なぜならば私よりはるかに力強い方です。私と違って成し遂げる力のある方が隣にいるからです。なのでこの方はそして成し遂げるのです。それに私は一緒にまるでやってるかのように体験させていただくのです。これ体験させていただいてるんですよ。もう主からのギフトです、これって。だから聖書の中ではあなた方に信仰の試練がやってくれる、来るとき、それをこの上もない喜びとして思いなさいって書いてあるんですね。それはもう体験させていただくからです。なんだろう、体験ってめちゃめちゃプレゼントじゃないですか。私が沖縄に行く話の申しましたけれども、子どもたちにはたくさんのことを体験させてあげたいって私は思うんです。あらゆる体験を取り除いて成長させるって、もう無菌状態みたいなもんじゃないですか。そうすると植物とかは無重力空間で何の制約もなく、障害もない、負担もない、そういう場所で育てるとすくすくと成長するけれども、めちゃくちゃ弱い、そういうのが育つそうです。でも私たちは雨風に吹かれながら愛に根ざして、そして育てられて育まれていくときにめちゃくちゃ強くなると思わないですか。主は体験させたいんです。楽しいことも辛いこともいろんなことを体験させたいと思っている、そのような方であることを私は信じています。だから私も自分の子供にいろいろ体験させてあげたいと思っているんです。嫌なことはできるだけ遠ざけてあげたいけれども、それは自分でやりましょうよってことはやらせるべきだと思ってるんです。はい、それと同じです。どっかに遊びに行く、おいしいものを食べさせてあげる、それも親としてほらこんなものもあるよって見せてあげたい、味合わせてあげたいんです。それと同じです。そうすることによって私たちって豊かなものになっていくと思わないですか。神は私たちを豊かなものにしたいと思っています。神は私たちが命を得、それだけでとどめないです。それを豊かに持つ、そのことのために来たとヨハネの10章10節の中で書いてあります。首輝を共に追う、それは十字架を追うということです。十字架の愛に生きるということです。キリストの首輝と申し上げましたが、キリストの首輝はキリストの律法です。聖書の中で、新約聖書の中では異邦人に対して、私たちユダヤ人にも追い切れなかった首輝を異邦人にかけるのですかって語ってるところありますね。あれは律法のこと言ってるわけですよね。異邦人に律法を守らせようっていうんですかっていう時に使った表現です。それを首輝と表現しました。律法のことを首輝と言ったんですね。なのでキリストの律法とはキリストの首輝です。それは主が私たちを愛してくださっているように互いに愛し合うことです。私たちはこの律法を共に追う仲間です。アメンですか。そして一緒に追って、こうそれを追っている仲間であるとともに、それぞれ一人一人は主と共に追っているんです。成し遂げる力があるこの方が一緒に追ってくださっています。そのことに私たちはですね、それは真理だと認めますか。はい、これはもう本当に大事なことです。これを追っていくと私たちがさらに解放されていくからです。そしてこの十字架の愛、キリストの律法の中核にあるものは何かといったらですね、もうそれを触れたらたくさんのことがそこに含まれすぎていて語り尽くすことはできないと思うんですが、その中核にある大事なポイントとして今日取り上げたいのは許す愛だということです。そのキリストの律法の中核にあるものは許す愛です。敵意は十字架によって廃棄されました。アメンですか。私たちですね、誰か兄弟姉妹とか家族の中とかどこかにですね、憎しみや敵意を持っているとしたら、それは十字架によって廃棄されたことを宣言しましょう。私たちはそんなものとして、敵意を持って生きるものとしてここに召されていません。私たちはそれはですね、十字架で廃棄されたことを認めるべきです。敵は誰なんですか。はっきりさせましょう。私はですね、しょっちゅう思うんです。敵が私たちキリストの軍隊ですよね。アメンですか。言ってみればここはもう幕屋というか幕僚というか、そういうところですよね。例えるならばですよ、そういう側面があるということです。でも敵がわからない軍隊ってあるんですか。
敵がわからない戦争ってありますか？敵は何ですか？苦手なあの人ですか？あの上司ですか？問題無理難題ふっかける上司ですか？それは敵だと感じてしまうかもしれないけれども、そういう面は認めますけれども、でもその人も愛されるべき、憐れみを受けるべき存在です。だから究極の意味では敵ではありません。敵は何かといったらサタンと諸々の悪霊です。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術的争い、その憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、また恐れ、そういうものを私たちの中に吹き込んでくる、もたらしてくる、そのような力こそ私たちの敵です。そのようなものには立ち向かいましょう。イエス・キリストの御名によって私たちは勝利します。私たちの持っている信仰、それは世に打ち勝った勝利です。この方の中に私たちは勝利を見出していきましょう。その敵意は廃棄されたということが言いたく、また敵が何であるかということを把握してほしいと私は今願っているんです。創世記の中においても、昨日創世記読んでたんですね、家族で。その中でもですね、蛇に対してあなたとあなたの子孫とに、この者たちの、アダムとエバとの敵意を置くって書いてありますよね。知ってますか皆さん、ね、創世記3章ですね。そこで蛇とその子孫とのアダムとエバの間に私は敵意を置くって言ってます。つまり敵意が置かれるべきところってどこなんですか？敵意が置かれるべきところは悪霊に対してです。サタンに対してです。人間同士でいがみ合ってる場合じゃありません。兄弟、ましてや教会の中で兄弟姉妹で争ってる場合ではありません。内輪もめするならばそこはもう成り立たない、荒れ捨てられるのです。神の国は立ち行かないのです。そうじゃない、私たちの仲間ですよ。アーメンですか？私たちは愛し合うべき存在ですよ。アーメンですか？今回沖縄で見た教会の一つはですね、入ってくるなりにです、めちゃめちゃウェルカムされてですね、そして1曲目賛美始まったらですね、私たちはもうメロディー覚えてないです、ゆりかごから墓場までみたいな歌ったって、すごい珍しい賛美だなと、すごっと思ったんです。ゆりかごから墓場までっていうですね、単語自体を私は中学以来聞いたことがなかったからです。ショックというか、おおと思いました。でもまあその通りだなと思いますけれどもね。実際はゆりかごから墓場までどころか、私たちは永遠に一緒なんですよ。アーメンですか？なぜなら私たち行くところは決まっていますから、主の身元と。なのでもう永遠に一緒です。隣の人に永遠に一緒だねって言ってあげましょう。ちょっと夫婦で言ってるところはちょっとラブラブすぎて見てられないので、はい、まあでもいいです、そういうのを言ってあげてください。はい、そう、永遠に一緒なんですよ私たち。でね、永遠に一緒に過ごすのに許さなかったら関係続けるのって大変じゃないですか。怒りや何かされた、傷を受けたことって世においては蓄積してきますよね。大体あの時もこれされた、この時もこれされた、もう何回やるのあなたとか、キーみたいな、なんて怖いですか。でも私たちクリスチャンは水に流すって、後ろに投げやるってことを知ってるはずですよね。そういうものでありたいですよね。でそうじゃなかったら関係をいい状態で続けるってできないんじゃないですか。許せないまま関係、いい関係作れますか？許せないまま愛してますか？いや、神はそんな愛し方しなかったですよ。私たち、主が愛したように愛するんですよね。主は私たちを許してくださいましたよ。そして関係を深めていますよ。じゃあ私たち、まず関係始めるのには許しが必要じゃないですか。アメンですか？でも何でも無尽蔵にされることを許すとかっていうことではなく、私はこうも思います。それはですね、自分の意見はしっかり言った方がいいです。いや、しっかりというか適切に言った方がいいです。例えば夫婦でですね、思うんです。カウンセリングでも私は言います。許す気持ちを持たないと怒りが蓄積するからね、だから許すことを学んでねって当然言います。でもね、何されてもただ黙って耐えるんじゃなくて、私の好みはこれなんだけどな、私はこうしてほしいと思うんだけどなってことは正直に言った方がいいよって、
言います。私だってそうじゃなきゃ、言われなきゃ好みってわからないじゃないですか。相手は良かれとしてするんだけど本当はそれが好きじゃないってことあるじゃないですか。ありうるじゃないですか。世の中全然案外自分の思ってることって間違ってることたくさんありますよ。だからこうなのにな、でもまあ握らないでね、それをいいよって相手に合わせるけどねとかっていうスタンスが私はおすすめって大体言うんですね。例えば私ですね、外食大体、はい、わかりました、はいはい、いろいろですね、はい、チョキチョキはい、まあね、あ、いろんなことがありますよ、はい、そう、まあね、全ての人と平和を保ちなさいなので私も妻と平和保ちたいんですはい、すごいですね。もう言われる、これ言われるんだなって察知する能力がすごくてですね、一言言うとこれ言ってくるなチョキチョキって、はい、まあそうです、だんだん方向ずれてくるんですけれども、許しを学ぶべきです。で、許しが慎吾先生もよく言われますよね。許しはまず誰のためかといったら、あなた自身のためだということを忘れてはならないですよということをよく言われます。アーメン、そうです。マタイの6章の14節から15節です。ここが重要なポイントだと私は思います。マタイの6章14節から15節、一緒に読みたいと思います。3、はい、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。アーメン。こう書いてあります。実はですね、ここの許すっていう言葉はですね、なんていうギリシャ語が使われているかというとですね、何だと思います？ここのですね、許すって言葉は実はアフェシスが使われています。私たちが許すなら、アフェシスっていうのはですね、解放っていう言葉とともに許しっていう意味があるんですね。私たちが人をアフェシスするなら、私たち自身もアフェシスされるんです。人を解放してあげるなら、私たち自身も解放されるんです。だから許しは自分自身のためでもあります。アーメンですか？許されてなかったら縛られるじゃないですか。例えばパーティーの中でですね、一人めちゃくちゃ自分に睨んでくる人がいるとします。もうあいつニコニコしてパーティーに参加しやがってみたいな目で見てたとします。その時にですね、みんなでうわーとか盛り上がってる時に、その人の目線とか見たら、うわーこんな感じにならないですか？楽しめないですよね、その場の雰囲気とか。めっちゃ自分を恨んでる人が目の前にいるのに解放されて楽しめないじゃないですか。許さないってことはその人縛るんですよ。 いろんな意味でですよ。天においても縛られているから、目の前パーティー会場だけの雰囲気の話ではないです。これはもう天においても地においても縛られるんですよ。それと同時に私たちがこう許すってことは解放を与えるんです。だからエステル記のハマンを思い出してみてください。ハマンはですね、もうモルデカイ許せないって思ってたんですよ。でモルデカイ許せないって心がどれほどにハマンを縛ってたかって言ったら、ハマンは時の大帝国ペルシャ帝国で一番重鎮になってるわけですよ。用いられている、他の大臣たちとかをしのぐナンバー2のポジションに立ってたわけですね。時の大帝国のナンバー2ですよ。言ってみれば今で言うならアメリカ副大統領みたいな、アメリカの国力が弱いかな、当時だったらもっとすごい栄光があったかもしれない、そのようなポジションにいたハマンは、私はもうこれも与えられて、これも与えられて、これも与えられてって自慢しているその中で、しかし私の前にモルデカイがいる限りはこれらのものは全部意味がないって言ったんですよ。皆さん、許せない気持ち持ちながら幸せになるってハマンぐらい持っても無理なんですよ。物を持ってもハマン以上に物持てますか？日本においてはもうどれほどのお金持ちであってもハマン以上に物持てないと思います。権力にしても権威にしても、まあ、神の権威はもっと上ですけれども、世の権威です、世の経済とかそういうことの話をしています。それ持てないと思います。どれほどに世の中のものを持っても、その許しというものを学ばなければ私たちは満たされないですよ。
なので私たちは許しを学んでいきましょう、はい、自分でのためである、また自分とその人に解放をもたらすためであるということを覚えたいと思います。私たちに御霊が注がれているのはなぜですか？それは私たちが人々に解放を与えるためじゃないんですか？人々には赦免を与えるために主は御霊を注がれた。それはイエス様に対してだけではなく私たちに対してもです。だからイエス様は復活されたその後に弟子たち十二弟子たちのところに来た時にふっと鼻を息を吹いて、そして聖霊を受けなさい。その後は何ですか？あなた方がこの地上で人の罪を許すならそれは天においても許されている、解かれている。あなた方が地上で許さないならそれは天においても縛られている。そういう話をしたんじゃないですか？私たちが聖霊を受けているのはなぜですか？それは私たちが許すということを可能にするためです。そしてそれは解放をもたらしていくんです。私ですね、先日、本郷台キリスト教会というところにですね集会があって行ってきました。 RPG のね、ゆいこちゃんもいましたね、 RPG の集会があって行ってきたんですけれども、恵まれました。いろんな意味で恵まれました。いろんな先生にも会うことができ、楽しかったです。本郷台こんな教会なんだということも見ることができ、その中でですねドナルド・ヤング先生が証をしてくださってたんですけれども、一つの証が私の心に留まりました。それはですね、ヤング先生がある国に訪ねて行った時、その国の牧師が一緒に家庭訪問してほしいって誘ったそうなんです、ヤング先生を。でヤング先生は一緒にその家庭に行ったんですけれども、その家庭の姉妹はもう引きこもって長くって教会にも全然来れなくなっていて、なんかひどいこう心理的ショックを受けた姉妹だったようなんです。で励ましに一緒に来てほしいと言って行ったんですけれども、まあコンコンって叩いたらもうちょっとだけキーって開けて、そしてパタンってまた閉める、そして入れてくれない、コンコンキーって開けて、そしてなかなか入れてくれない、でも中に入ってもいいって言うとこうゆっくりとそこを開けてくれて、そして家の中に入れてくれたそうなんです。その姉妹はヤング先生曰く見るからに老婆のようなおばあちゃんのような雰囲気を醸していたと言っています。おばあちゃんみたいに見えたと。そしてですね、あるビジョンが見えたそうなんです、ヤング先生は。それはその女性の胸にナイフが刺さっている、そういうビジョンが見えたそうです。でヤング先生はその女性と話をしていく中で、あなたの心に刺さっているものがあるように思うんだけれども、それを一緒に抜く決意しないかっていうふうに促したそうなんです。あなたは楽になるよって。それはその姉妹が自分の肉親たちにされたその過去の辛いことだったようなんですね。でそれを許してあげないか、いやだ、いや許すことであなたは楽になるよ、解放されるから一緒に抜こう。そうするとその姉妹はそれを決断し、一緒にそれを抜く、悔い改める、その祈りをしたそうなんです。で許しの祈りをしました。もう許します、親族を許します、そういうふうに祈りをしたそうなんです。そしたらですね、後日、その教会にですね、その姉妹が、長らく来なかった姉妹が教会に訪ねてきたそうなんですね。礼拝を捧げにやってきたそうなんです。で見てですね、ヤング先生はびっくりしたそうなんですね。なぜびっくりしたかといったらですね、その姉妹は若い女性だったからです。若かったんです、本当は。おばあちゃんじゃなかったんです、ヤング先生なだけにですね。まあ全然ダジャレ若かったんです。ただ許せない思いによって縛られていて、彼女は多くのものを奪われていたんですね。それがこう許しを解き放った瞬間に取り返されたんです。本来持っている輝き、本来持っている若さ、それが彼女の中に返ってきたそうなんですね。私たちも御霊によって何か束縛されていることが示されることってあると思います。聖霊様は私たちに罪について、義について、裁きについて、人にその誤りを認めさせる方です。私たちの認識間違いを教えてくれます。そしてそれは何のためかといったら、ただ単に私たちを断罪するためではなくて、そこから解放するためです。主が示されるならば
同時にそこには解決も用意されていると信じます。なので私たちはですね、自分の中に許せない思いというものを認めさせていただいたのであれば、それを手放していきましょう。それは私たちが本来受け取るべきものを回復していく道です。私たちの喜び、私たちの幸い、それ以外のにもたくさんあるのかもしれない。その姉妹には目に見えて若さだったけれども、それ以外にもたくさんのものを姉妹はきっと奪われていたんだと思います。希望であったり、情熱であったり、でもそれを取り返すことができました。私たちも本来は私たちのものであるはずなのに、それを奪われていることがあります。それを縛られていることがあります。私たちは取り返しましょう。私たちはその人を許す十字架の愛に生きるとき、私たちは解放が与えられていくことを覚えましょう。これは私たちが学ぶ道であり、私たちが解放されていく道です。はい。そして栄光の教会を立て上げていくためには、どうしても許しを学ばなければしんどいというか無理です。私もですね、この教会の兄弟姉妹の間で許せない存在があるとしたら、栄光の教会の姿なんてとても回復できないだろうなと私は思います。だって主が愛したように愛し合うんですよ。そのような姿が栄光の教会ですよ。一致の中に完成した教会ですよ。それが栄光の教会です。許さなくてどうして一致できるんですか？どうして祝福できるんですか？いや、祝福は許せないうちからした方がいいと私は思います。はい。やってみましょうか。私たちですね、世の中で生きていくならば苦手な人っていうのはいると思います。でもあなたの敵を祝福しっていうのは、そういう人のために祝福し、その人のために祈りなさいってあるじゃないですか。だから実際にやってみましょうか。心の中だけでいいです。声出さなくていいです。心の中だけでも神は分かるから。私たちの解放のために今黙り、心の中で私が苦手だな、あの人嫌だなって敵意を持っちゃいそうになる、持ってる人かもしれない。その人の名前を神の前にですね、私はその人を許します、その人を祝福しますって祈ってみましょう。そんなに時間かからないと思うので、もう終わったと思います。はい。終わってないですか？めっちゃクスクスって笑うと、そんなもっと人数あるってことですか？それはせいぜい数人にしてください。はい。はい。あと、その人のことを感謝しましょう。その人の存在がなければ、私たちがこう磨かれていくいけない領域ってあるはずです。その人の存在があるから、キリストの似姿に変えられていくという部分があるはずです。人はその友によって尖れると書いてありますから、近い人間によって私たちは磨かれていくし、研磨されて、もう宝石の原石が輝く宝石になっていくんです。そのためにはその存在が必要だったんです。私たちを削るような、そういう存在なので、それは神が置いているんです。アーメンですか？だから神に感謝申し上げましょう。じゃあ私代表で祈りますから、アーメンだったらアーメンって言ってください。天のお父様、苦手な人がいますが、しかしその人を愛し祝福します。そうありたいです。主よ、そしてその人間を置いてくださったことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。そのように私たちがですね、告白していくことは大事です。本来ですね、感謝するべきであるのに、つぶやき文句を言うならば、どんどん私たちのフォーカスはずらされていくからです。そうじゃない、神に向けるべきです。神には計画があって、素晴らしいことをしようとしているという、そのことから私たちは目を背けてはならないです。私自身もですね、その口の告白ということに関して、つまらないことばっかり昔はよく言ってたっていうのをですね、クリスチャンになってから教えられました。でもですね、まあ、例えば第一ペテロの3章の10節用意したので一緒に読みましょうか。慎吾先生もよく取り上げますが、第一ペテロ3章10節、
一緒に読みましょう。3、はい、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず。アメン。なのでですね、私たちがこう文句やつぶやきばっかり言うとしたら、それは神の国に入るものとしての姿勢としてはふさわしくはありません。そうではない。感謝を申し上げ、私たちはですね、喜びを持って信頼の告白、信仰の告白をするべきです。それは実際に後々身を見てきます。私たちの口の結ぶ身によってあなた方は満たされると書いてあるので、良い告白をするということはとても大事ですね。ただ文句言っちゃダメだって私は思わないですよ。ただその文句は神の前で言ってください。または取りなしと祈ってくれる信頼できる方々の前だけにした方がいいです。誰にも彼でも文句やつぶやきを言うのは、それは私たち自身の中に良くないものの刈り取りを生んでいきます。だからそれは私は絶対やめた方がいいと思う。私自身ですね、もう本当にたわいもないことだけでも聖霊様はですね、示してくれたことあるんですね。それはですね、私の口癖です。私クリスチャンになった時にですね、いろんな口癖を抱えていたんですね。で、私の中でですね、しょっちゅうあった口癖っていうのはですね、なんかないかなっていう口癖です。冷蔵庫開けてなんかないかな、戸棚開けてなんかないかな、そういうのももちろんあると思うんですね。でも私はですね、今楽しいことなんかないかなっていう意味でもよく使ってたんですね。なんか私を喜ばせてくれる何かないかな、そういう意味でしょっちゅう、なんかないかなっていうことをよく言ってたんですね。で、聖霊様は私に教えてくれたんですね。何気なくそれを言ってたんですけれども、でもあなた自身のそれは不満のつぶやきになってるよっていうことをですね、聖霊様は私に教えてくれました。でですね、これですね、取り除けることができるんですよ。私もそんな言葉ですね、今例えで言ったぐらいでほとんど口にしなくなりました。口にした記憶がありません。私たちの口癖は神によって取り除けることができます。そしてそのことが私にどれほど益を与えていたのかは私自身もわからないです。わかんないけど益を得てます。絶対につぶやいていたものが受ける被る損害って大きいと思います。だから私たちはですね、そういうものを取り除けていきましょう。そしたら私たちめちゃくちゃ益を受けますよ。だからそういうふうに私たちが苦手に思っている人を祝福し、祈り、感謝申し上げるってことはどれほど良いものを私たちが刈り取っていくのかわからないですよ。なのでそのように私たちはしていきましょう。何より解放を味わっていきますよ。その人に対して恨みつなる意味を何回もリピートするよりは、その人のことを祝福します、感謝しますということでどれほどすっきりするのかわからないですよ。アーメンですか。はい、許しは神の愛の中核にあるものです。はい、そのようにしていけることを信じます。で、一言お祈りをして一曲賛美をしたいと思います。天のお父様、ありがとうございます。私たち自身を、私たちは喜びを、感謝を、賛美を、また献金や人に物を分け与える善行を行うなどの生贄を捧げ礼拝捧げますが、何よりもあなたが求めているのは私たちの全存在、私たちの体を生きた清い供え物として御前にお捧げする霊的な礼拝、それを求めていることを覚えます。主よ、ますます私たちがあなたの御前に私たちを委ね、あなたを喜ばせすることができますように。信仰がなくては神を喜ばせることはできません。信頼、信仰、神に委ねる心、それは神をどれほどにお喜ばせするのか私たちに教えてください。それがどれほどに私たちに神との関係を深くするのか、私たちにどれほど良いものを提供するのか、それを学ばせてください。イエス様がこの地上に来られたのは私たちを解放し自由を与えるためであることを覚えてありがとうございます。アメン。ますます本当の自由、本当の解放、それを私たちが味わっていくことができますように。あなたに委ねます。また十字架を共に追っていきます。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。立ち上がれる方は立ち上がり賛美を捧げましょう。私を愛してくれた
私たちは月の最初の日曜日なので聖餐式という形をとっても信仰告白していきたいと思います。どうぞお座りください。私たちは主が来られるその日まで主の死を、十字架の御業を、主のしてくださった良いことの頂点であるこの御業を覚えて、その聖餐式をと持っていきたいと思います。一曲賛美する中でパンと杯が渡されていきますので、それを受け取っていきましょう。聖餐式に預かることができる資格はイエス・キリストが自分の救い主であるということを信じているものです。その方に限らせてください。
パンの袋を開けてください。一緒に宣言したいと思います。このパンは私たちのために裂かれた尊いイエス・キリストの御体です。私たちを癒し解放し形作るために私たちに与えられたキリストの体です。感謝してこのパンに預かります。預かりましょう。杯のシートをめくってください。一緒に宣言したいと思います。この杯は私たちのために流された尊いイエス・キリストの血潮です。奴隷の首輝きを打ち砕き私たちに自由を与える、あなたの血潮を感謝します。感謝してこの杯に預かります。感謝してこの杯に預かります。預かりましょう。祝福します。天のお父様、あなたに従い私たちはあなたが来られるその日まであなたの十字架を覚え聖餐式を持ちます。主よ、癒してください。主よ、解放してください。主よ、私たちの得るべき本当の幸い、本当の自由、それを私たちにお与えくださいますように。何よりもイエス様、それはあなたにありますから、イエスキリストを知ることができますように。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
という挨拶を持って礼拝としていきましょう。